お前は狂人だと思われてる。誰が狂人なんじゃ。俺悪いけど、ざまして9人殺したさ、サイコパスと一緒にしないでね。ざましてさ、9人をさ、連続殺人してさ、切り刻んで、ね、死体をもてあそんでさ、女の子にをレイプするために、死体をもてあそんださ、あいつ。これ、どっちかというとこれ全然、こんな垂れ目じゃないし、俺。ひどいやついるよな、本当に。コラじゃないって、高弘。名誉毀損に当たりません。だってとんでもないことだよ、本当に。本当にとんでもない事件だよな。9人を自殺サイトでさ、呼んでさ、女のか誰かを縛って、犯人の趣味俺わかるんだよね。こうやって息を止めさせて苦しんでる表情を見たがるんだよ。サイコパスって。人が苦しんでる表情が好きなんだよ。ああいうサイコパスって。こうやって、まずさ、自殺サイトで勧誘して、ね、睡眠薬なんか飲まして縛りつけて、起きたと、ね、そいつは死なずに。ね。ひどいよ、ほんとに。俺、人殺したことないからわかんないよ。ただ、そんな奴のさ、精神がもう異常だよ。首絞めないね。だって首絞めたら苦しいじゃん。人の首なんか絞めたらダメだよ。三人やん。ひどいよな。でも、どうやってさ、風呂場でさ、ねえ、あんなのことできるんだろうな。最初の一人は3日間かかったけど、次から手慣れてさ、なんかその話を聞いてて、イギリスのさ、ビーン一家を思い出すね。ビーンっていう一家がいてさ、ソニービーンだったかな。なんか、山とかで、海岸沿いに住んでて、ほんで満潮になると、コラに隠れてなかなか捕まらなかったけど、ソニービーンっていうやつがいたんだよ。そう。街中、あれ本当か、伝説かどうかわからんけどね。まだそれが本当っていう証拠がないからさ、ソニービーンで検索してたらわかるよ。で、近親相姦でどんどん人殺しの一家が増えて、飼った人の肉をね、干して食べてたんだってずーっと。それが15年間だったかな。で、最終的には捕らえられて、男はね、手と足をちょんぎられて、殺され、その様子をね、女はずっとそれを見た後に焼かれて殺されたんだって。俺、それ見たもん。詳しく調べたね。ほんで、なんで、馬乗った夫婦でね、夫婦の女の人は捕まったけど、男の方だけカラカラ、から逃げて、国王に報告して、ほんで犬とか捜査隊を400人派遣して、探して見つけたんだって、犬が。ね。そういうことです。僕はサイコパスじゃありません。